ここにある資料1にですね、現在詳細を調査しているって言いますけど、誰が調査をしていつまでに答え出すんですか。これまず第一点。それから昨年同時配信のですね、テレビの受像機以外にもパソコンに、あるいはまあその番組を送ってタイムラグなく、試験的にやってですね、まあ、将来的なこの NHK の受信料をテレビの保有者だけじゃなくて、例えばスマホであるとか、あるいはパソコンの端末にですね、かけると、まあ、いろいろ検討をされていると思うんですが、こんな不祥事を続けておいて受信料をね、さらに取る対象を広げると、そんなことが国民の理解を得られると思っているのかどうなの、もうはっきり言えば、つまりこの受信料っていうものを何で払うかっていうことをですね、皆さんそれなりの額を払ってですねまあその緊急時の時の対応であるとか、あるいはまあそのいわゆる放送の公益性から考えれば、そのサービスを受ける以上はと、そういうことがですね、皆さんなんか納得をしながら払ってるんだけど、こんだけいろんなことがあると、片方で例えば 4K だとか、あるいは NHK の庁舎の建て直しだとかね、まあ、物の本によると何千億円ととんでもない金額になってる。それでまあ積み立てもしてきてるんだけど、そしてまあ新たにいろいろ受信料の対象を広げたい。しかし片方でなんかこんな言っちゃ悪いですけど、不祥事が本当次から次へと、もう本当によくぞこれだけ出ると、ちっともそのコンプライアンスというのかガバナンスがちっとも変わっていかないと、こういうことに関して本当に皆さんは申し訳ないと、これじゃとてもじゃないけど皆様の NHK じゃない、そういうことは本当にね議論してるんです。さっきからなんか話聞いたと、なんか自分たちもなんかついこの間まで知らなかったと、なんか他人事みたいな物言いがしてるんですけど、当事者としてどうなんですか、その辺のことを議論されて深刻に受け止めてるんでしょうか。まず1番目、資料1にございます。これはテレビの取材用のマイクなんで、こっちのマイクの第1点の資料の1にございます調査の主体でございますが、これについて私の方からお答えさせていただきます。2番のですね、タクシー券の使用に関する不正につきましては、人事局が今埼玉放送局の責任審査の所見の中で中心となって調べております。関係部局と共有しながら調べているところでございます。それから3の iTech の社員の不正につきましては、主体は iTech でございますが、 NHK の方に緊急調査チームを作りまして、総合リスク管理室という、こういう場合のですね、重大事案を扱うリスクマネジメントの部署ございますが、そこを中心となりまして、今技術の専門知見を有する者、あるいは監査の専門知見を有する者、それらをですね、あるいは経理の専門知見を有する者、そういうのを集合いたしまして、緊急調査チームというのを作っております。そこを中心に本体ではやっておりますが、当然、iTech の社内調査チーム、それからこれは国税局のですね、今調査中でございますので、国税局と密接にですね、協力を差し上げながら調査をしている、こういうことでございます。でいつまでに答え出すんだ、こんなもの半年も1年もかかる話じゃないと思うんで、いつまでですか。全くおっしゃる通りでございます。今できるだけ早く結論を得たいということで、全力を挙げて調査をやっております。今ちょっとですね、いつまでにというお約束までできませんが、できるだけ早い時期にですね、調査の概要を、まあ、他の事案がないのかどうか、それからどうして長年にわたって見過ごされてきたのか、その点に重点を置きましてですね、できるだけ早く結論を得たいと、こういうふうに考えております。つまりね、 NHK の予算のことがあるわけですね、新年度の。つまりだからそれにも影響したくないから、例えばね、調査をできるだけ長くかけて、ということはないでしょうね、まさかと、よもやということで、この時期だから、はい、埼玉 のタクシーの件につきましては、今月中にですね、責任審査委員会を開催しまして、今月中には処分も決めてですね、公表する予定でございます。NHK の予算事業計画がですね、国会のご審議をいただけなければと十分念頭にございまして、できるだけそのご審議にもですね、間に合うようにですね、調査をめどを立てたいと、こういうふうに今考えておりますが、例えば
同様のですね、さまざまな事案がないかどうかということも含めて、幅広く、調査しておりますので、全貌が分かるかどうかちょっと分かりませんが、できるだけ早くですね、まとまったところで、お示ししたい、こういうふうに考えています。